こんばんは。やほやほです。いかがお過ごし？水分補給。みんなも水分補給してる？水分補給大事。こんばんは。最近私お家では2リットルの水を紙コップについで飲む派だったんですけど、最近は500ミリリットルのペットボトルを段ボールで頼んで買ったから500ミリリットルの飲んでる。なんか手軽でいいね。2リットルだったらさ、一回こう注いでっていうさ工程がいるから、その分って意外となくなったら楽なんだなって思った。こんばんは。よいしょ、アルコール補給してます。だって水も飲んでね。ヨシトさんめっちゃ可愛い、ありがとう。なんか今日私顔色が悪い気がする。気のせいかな、気のせい。なんか私もともとクマがひどくて、目の下のクマがね、うまく消える日とコンシーラーで、コンシーラーを しても消えない日があるの。今日消えない日かもしれん。常温のお水って、普段は冬とかは春とかも秋とかも常温のお水飲んでるけど、もう最近もう冷たいの飲んでる。もう無理無理無理って思って。たけさんめっちゃ可愛い、ありがとう。もうこの時期常温に置いてる水飲んだらさ、なんか常温じゃないの、もう熱いの。熱いは嘘かも、もう生ぬるくてなんか気持ち悪かったの。視力はめちゃ悪いです。度数マイナス 8.5 とかです。あ、 8.5 だ。クマケンちゃん、氷のクマありがとう。いっぱいの水を飲みましょう。
原田さんと手でにぎにぎできなかったの一生悔しいって、はあ、それはだいぶ重大な損失だね。それは重大だな。ヒューガヒャンさん、俺の嫁ありがとう。一光さん、生きがいありがとう。フライパンで目玉焼きができるの？待って、なんか時差、ちょっと時差かも。リリーベ、そう昨日はね、リリーベありがとうございましたと、そう今日言いたかったんよ。本当に楽しかった。昨日広島に帰ったので、もうお家に帰り着いたの0時過ぎだったから配信できなかったんだけど、そうありがとうございました。幕張でリリーベでした。追加のリリーベ、ファーストアルバムの。昨日初めて原田さん見れましたって。ありがとう、ありがとう。特典会もまたぜひ。昨日暑かったよね。大丈夫だった？来てくださってた方々。恒例の日帰りって、そう朝始発で行って帰ってきた。深夜さん、星10個ありがとう。ふっ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 。え、楽しかったんよ。楽しくてテンション多分昨日めちゃめちゃ私上がってたかもしれん。ステージにミニライブにグループショットとグループ握手と個別の握手。ゆずきちさん、俺の嫁ありがとう。みーくん、星10個ありがとう。追いついた。楽しかったな。ミニライブもう瀬取りもちょっと前回と変わってたりして、私一杯の水とか一瞬のスリルとか6人バージョンでするの初めてかもしれない。一瞬のスリルはしたことあるかな。一杯の水は多分初めてやったんよね。
ね、なんかちょっと雨降るかもみたいな話も出てたけど、めちゃめちゃ晴れてましたね。うん、原田さやかさんとハード撮りたいですって言って本当に良かったですってね、ありがとう。なんか前のグループショットの時、大阪のグループショットの時はずっと後ろに並んでポーズって感じだったから、今回すごい新しいって思って楽しかったですよ。ハート作って撮ったりした。昨日幕張で見て初めて来ましたって、ありがとうございます。昨日ぶり、昨日ね、初めましての方とかもたくさんいらして嬉しかった。え、でもそう、グループショットとかグループ握手会がマイキューさんとソラハさんと私でなんかドラさんの先輩方の中に入れていただいてましたちょっと緊張でした。ドラサンドイッチはドラサンドイッチは してもらってないですあのツーショットの並び順みたいなとの決めるときにちょっと見てくださってた方はわかるかもなんですけど、めっちゃもうマイキューさん真ん中行ってくださいって言ってしてました。そう、見てた。マー君、クマ、ありがとう。え、そう、そしたらマイキューさんが新衣装のアルバムの今年の制服、スカートのパターンが3パターンあって、お二人がショートパンツのタイプで、私は長いスカートのタイプだから、マイキューさんがいや、スカートのタイプ見たらさやかりんが真ん中がしっくり、真ん中がこうにしようよって言われたので衣装的にね。だからそしたらソラハさんが、いや髪の毛の感じ見てって言って昨日ソラハさんはお団子で、私もツインのお団子で、マイキューさん髪の毛下ろしてたんですよだから髪の感じだったらマイちゃんだよって言われてて、それでそうみんなでマイキューさんを真ん中にしてたっていうのをやってました。グループショットの前
もそう、身長的にみんな揃ってた、高めだったかも。握手会、グループ握手会の時に言われて気づいた。昨日の髪型良かったから配信してほしかったって。確かに配信ね。でも昨日の髪めちゃめちゃしてるめっちゃお気に入りで最近してるやつなんですけど、もう伸びてきちゃったから髪の毛が、雰囲気が変わってきたかも、同じ髪型してても。楽しかったな。汗かきましたって、そうだよね、そうだよね。外でずっと並んでくれて疲れ様でした。疲れ様でした。もう疲れは取れましたか？めちゃめちゃメンバーもね、みんなもうステージの後とか裏でもう大変でした TikTok にね上がってたよね、マイキューさんが。なんて言うんだろう、あれ扇風機じゃないけどホースみたいなのからブワーって冷風出るやつなんて言うのかな、外の楽屋とかの時に結構遭遇するやつなんだけど、あれに吹かれてるマイキューさんが TikTok に載ってました。そうなんよね。スポットクーラーっていうの、でも夏を感じましたね。サングラスデイズから昨日始まったんですけど、サングラスデイズセンターさせてもらって緊張したカズサさん
凍ったクマありがとう。クマ。そう。サングラスデイズ。なんか意外じゃない？そんなサングラスデイズ感。かな。愛の重さ？愛の重さもはシンポジでした。結構これまでとは真逆の方にいたから ドキドキしながらやってた。どっちかというと秋冬感ある？いや、わからん。もう夏っぽいって思ってもらえたんかもしれん。私は夏の女だったのかも。ゆずきちさん、星10個。ありがとう。ね、そう、珍しいポジションが多かったんよ。普段選曲、初めて6人バージョンの曲とかもだったし。ペダルもいつもとポジション違ってた？いや、わかんない。ペダルはもういろんなポジションしてるから。やったことあるポジションではありました。スルッとシンポジできるようになったのではって。そうかな。でも行きの新幹線とかも不安で結構ずっと見てたよ。みーくん、めっちゃかわいい、ありがとう。何ポジまでインプットできるのって、え、わかんない。でも一番ごっちゃになるのは同じ曲やる、なんかコンサートとか2日間続けてあって1日目と2日目でポジションが違う日とかが一番ごっちゃになる。待って待って、え、今日はあこっここかみたいな。トラさん、守りたいこの笑顔、ありがとう。そう。そう、だからちょっとたまに手にね、なんか文字があるかもしれないんだけど、ちょっとそれはね。それはもう本当にでも最終手段。もう本当の最終手段でさ、それは。
トラさん星10個ありがとう。汗でにじまないってなんかにじんちょっとにじんでたかもしれん。楽しかったまだ言ってる、まだ余韻で言ってる。もう追加のリリーベはさすがにないのかな。昨日ね、来られなかった方ともいっぱい会いたいので、いろんなところに行けたらいいな。下にはクマがいるよ。なんか今日やっぱなんかなんかちょっと顔色がおかしい気がする。昨日初握手どうでしたか。初握手、でも握手も昨日で3回目とかかも。楽しかったな。みんな笑顔にして偉いって、そういやでもね、昨日本当に思ったのは、なんかなんだろう、こうさ、みんなさ笑顔で , 笑顔をくれてありがとうってもう本当に思った笑顔にして偉いって、いや違うんよ、なんかなんて言ったらいいんやろ、みんなさこう笑顔でさ、お互い笑顔でさ、握手とかもそうだし、写真とかもさ、もうそれってすごい幸せじゃないって昨日思ってすごい幸せじゃないって思った。だからすごく幸せを感じた。ありがとね。
そう、幸せ空間でしたよ。最近何か辛いことあった？って。夏グルショーめちゃくちゃ緊張したけど幸せだったって、ありがとう。私も幸せでした。緊張するよね、上がってステージで写真撮るの。え、そう、なんかさ、ハートを作りたいですって言ってくださって、こう前に行ってこうハートを作ってたんですけど、なんかさ、その時なんか私そんなことあるって知らなかったからさ、全然、あ、どういう感じなんだろうって思って、もっとなんかちゃんとちゃんとなんか綺麗に座っとけばよかったなって思った。ちょっとごめん、申し訳なく思った。上げてくださってる写真とか見て、なんか中腰みたいな。ちょっと次会ったらちゃんとかっこよく座ります。唇に色が薄いのかな。なんか彩香里にお試しって言ったらハマるよって言われてたのは本当でした。本当？嬉しい、嬉しいんだけど、お試しって言ったらハマるよって言ってくれた方もありがとうだし、来てくれてありがとう。また会いましょう。そう、実在確認できました。実在してます。多分実在してます。めっちゃいいって言ってましたって。でも昨日握手会の時に
その手を褒めてくださった方がいたから、え、じゃあこの手武器になるかなって言ったら、いや、なるよって言われてたから、じゃあ手を武器にしていこうかな。どんな武器？空手って殴るの？あ、ちょっと言い方に語弊があったかも。手を武器ってあ、ちょっと語弊があるかもしれん。物理攻撃ではないです。私今さ、もう喉のちょっと上ぐらいに口内炎ができてて、すごい気持ち悪い。もう水飲むのもちょっと今気持ち悪いの。なんか早く治る方法とかないのかな。え、喉ではないけども、どこですかこれは。喉よりちょっとこ伝えづらい。でも喉ではないん。もう上顎の奥。ビタミンも取るの？麻酔はもう切れたよねって。歯医者の麻酔はもうさすがにでもどんぐらい経ったっけ、歯医者行って2日3日とか経ってるので、それはさすがにもう切れてますね。麻酔のそんな後遺症とかじゃないと思うんだけど、早く治ってほしい。昨日新幹線で帰ったんですけど、時間がギリギリで、もう本当にみんなで駆け乗ったみたいな感じだったから、晩ご飯とかを買う時間がなくて、新幹線乗ったから「お腹空すいた」って言ってたら、サーヤンが「お菓子ならいっぱいあるよ」って言ってくれました。3人席で
私と愛子ちゃんとサーヤンでの順番で座ってたからそう、3人でサーヤンのお菓子、干し梅とか食べてた。干し梅とかグミ、グミじゃない、なんだあれは、マロッシュ、なんかマシュマロ、マシュマロみたいなやつ。昨日は初握手ありがとうございました。こちらこそ、また会いましょう。いや楽しかった。並び順はさやかに窓際、そう窓際だった。え、でもそれはなんかもう渡された件が窓際やったんよだから私が、いや私は窓際じゃないと嫌だとか言ったんじゃなくてそう、もう渡されたの見たら A 席で、お A 席ってなっただけであって、そう、そこはちょっと誤解しないでくださいただを超えたわけではないけど、そう、運が良かった。新幹線ウーバーしなかったのって、え、なんか車内販売あるかなとか思って調べたんですけど、もうなかった。もうなくなってるんだね、新幹線の車内販売って。なんかネット注文とかでできるのかなって思ったんだけど、できなかった。昨日のことが夢だったみたいな気分って、でもなんかわかるよ。昨日さ、私移動車の中でさ、愛子さんにも相談してたんだけど、え、そう、グリーン車だったら買えるっぽいね。握手神だったってやったね。あ、そう、移動車の中で愛子さんにも相談していたんですけど、楽しいのって待って、難しい、説明するの難しいな。楽しいことって楽しいことってなんかその反動が来るよねみたいな話をしててしてたというか、ずっと私が言ってた、言ってた愛子さんに解決策を求めてたんですけど、楽しい、もうすごい楽しいってなったらさ、もうそれから下がるしかないじゃん
なんかそれが苦しくないみたいな話をしてたえそれない、みたいな話を愛子さんはずっと聞いてくれてた。え、だからそう、昨日とかもそうで、楽しい楽しい楽しいってなっててずっとね、イベント中もイベント終わった後もなってて、新幹線とか乗ってる時も楽しい楽しいってなってて、でもさ、ある時からこう、なんて言うんだろう、日常というかさ、普通の通常に戻るじゃん、ある瞬間から。そしたらこう下がるわけじゃん。でも通常なはずなのに、その下がったことによって、あれなんか楽しくないみたいななるのがなんか嫌じゃないみたいな話を私はしてた。え、わかる？え、みんなどうしてるそれ？どうしてるその現象。次の楽しみが大事って、それ愛子さんも言ってたそうだから、もうそれ、楽しいことが終わったら次また楽しいことを考えたらいいみたいな、そういう。そう、うまい感じに切り替えをねしたらいいみたいな話をそうしてくれて、あ、なるほどってなってました。愛子さん優しいんよ。なんかどんな話でも聞いてくれるの。私はそう、私もね、そうしていこうと思う。から次の楽しみ考えようよ。楽しいのは楽しい瞬間を思いっきり楽しんで、ちゃんと思い出とか記憶に刻んで、でまた次の楽しみを考えて日々頑張ろう。普段さん呼びなの？確かに私愛子さん呼びかもしれん。なんて呼んでるっけ普段。愛子じとは呼んでないな愛子さん、愛子さんかな、愛子さんかも、愛子様。そう、本当に何でも聞いてくれる昨日さ、ありがとうございましたのポスト、リリーベありがとうございましたのポストとかも、写真私なかなか決めれないから、こっちとこっちどっちがいいと思うって聞いてそしたら、え、もう一回見してって言って、めっちゃちゃんと見てくれてではこっちかなって言って、あ、じゃあこっちにしようってして、でなんかちょっとだけね、画像のサイズ拡大とかさして、じゃあこの写真のこのサイズとこのサイズどっちがいいと思うって言って聞いたらえ、もう一回見してって言ってそう、あ、じゃあこっちかなって言って、でその話が終わった後に、いやでもやっぱり楽しいのってとか言って、その話をめっちゃよくわからん話に戻しても
笑って聞いてくれるんですよ。なんか私もずっとなんか自分でも何話してるのか分かんなくなっちゃうような話をしてても聞いてくれる、優しい。思い出を大事に次の楽しいことを考えると幸せが続いていくっていいね。でも8月は楽しみがいっぱいだから幸せがじゃあ続いていくかも。だって今週花垂れ公演もあるし、ティフもあるし、来週もフェス2日連続あって、リアルお話し会2日間あって、またその次の日フェスあって、なんか切り替える切り替えるとかいう、すごい怒涛に過ぎていくかもしれん。ここずっとテンションマックスかもしれん。切り替える暇もないかも。幸せとは考えながら生きていくタイプなわけだねって。そうかも。そう、昨日そう楽しいからさ、通常に戻ったらなんかその振り返るじゃん、その楽しかったことを。その楽しかったことの些細な、なんだろう、こととかも次気になり始めちゃってあの時もっとこうしてたらよかったかもなとか、ならない？そしたらだんだんなんかふわーってね、体調管理しっかりする。気をつけます。マレーシアの言葉は何か覚えた、覚えたんよ。でももう忘れちゃった。何だったっけな、なんかね覚えたの。何だったっけ、なんか挨拶。あ、たりまかし絶対ちょっとイントネーション違うかもしれん。はい、セモア北アダラSTU48
セルフ反省会、気にしすぎな性格ちょっとやっぱりネガネガティブが変わってないのかもしれん。昨日ねちょっとお風呂で反省会というか、なんかやっぱ申し訳ないなって思ったのは、昨日私帰る時にメイクを全部落としても帰ったんですよ。その時にメイクさんにその化粧落としの液借りて、それコットンにつけてこう落としてたんですけど、なんかさ細かいラメとかなんか全然落ちなくて、コットンね結構なんか数枚借りちゃ数枚もらっちゃったのなんかそれが申し訳なかったなってなんかそれがなんかいっぱいもらいすぎちゃって、なんかすごい使うじゃんって思われてたらどうしようみたいなこと昨日お風呂でなんか悲しくなってたそうそう、でもなんか目の中とかになんかラメとか入っちゃって全然落ちなかったの、このマスカラとか。それでなんかこうなんかいっぱい、どんぐらいだろう、何枚ぐらいだろう、なんか結構使っちゃって、なんか申し訳なかったってなりましたね。昨日もう一回握手してもらえればよかったって。本当に？え？じゃあまた次の機会絶対しようね。次っていつなんだろうね。いつなんですか？でもね、お話し会とかあるのでね、8月も8月11、12もありますので楽しみ。縁日、その場で言っておけば、気が楽になるよって多分ね言った。すいませんいっぱい使っちゃってって言ってたけど、次に返したらいいって。でもねもうねいつお会いできるか分からんのよね。そのわからない。8月。縁日、押し増しできる部もあるので、お待ちしてます。
そう、東京のメイクさんだったので、ツインにしてるのはもうヘアアイロンを今日はするのが暑かったからです。花だれ公園1日あるけど髪型どうしようかな。しできる。花だれ公園もね、あとわずか。昨日の髪型はなんであの髪になったんだろう聞かれてるのになんでなったんだろう。最近好きなやつだから。ですし、もこれ以上長くなっちゃったら多分ね、あれ難しいんよね。お団子が大きくなっちゃったらちょっとイメージ変わるから。でももうこのぐらいの長さでもだいぶイメージ変わってたわ。最近のマイブーム、団子が大きくなっちゃった。原田さんの握手めっちゃ良かったですって。私も楽しかったです。握手の秘訣ありますか握手の秘訣ですか。そんな秘訣を聞かれるほど握手を話してないんですけど、それでさ、私がさ、じゃあ私あの握手の秘訣はですねとか言ってなんか語るのもおかしくない？どんな立場ってならん？どんな立場ってなら、ね、こちらこそありがとう。楽しく握手してくれて、こちらこそありがとうなんですよ。
したって本当に？まつげ。まださ、こっちはさ、ビューラーしなくてもいいのに、もうこっちのさ、上がりだけ取れちゃったから、マツパ。こっちだけビューラーしてる。そう。無意識であの握手してたら真のプロと思うけどって。私そんな握手してた？どんな握手してたんかな。でももう楽しかった。楽しむことですね。じゃあわかんないけど楽しすぎてちょっとその後に反動が来るぐらい楽しむこと。秀一さん俺の嫁ありがとう。1時間かけて行った甲斐がありましたって。もう無事に帰れましたか？さやからすの私に元気の出る飲み物ありませんかってもう誘導しとる。速攻元気ですね。元気の出る飲み物、速攻元気しか。夜行で帰りましたって。お疲れ様です。ゆっくり体休めてね。え、そう、速攻元気ね。多分わかんない、順番とかなのかな、わかんないんですけど、私まだぽい、何も言われてなくて。聞いたんですよ、マネージャーさんに。私ってまだ何にもしなくていいんですかって聞いたら、まだしなくていいよって言われて。だからね、多分順番なのかなと思ってるんですけど、順番じゃなかったらどうしよう。順番じゃなかったらどうしようなんですけど、多分ね、そんな、わかんない。わかんないんですけど、そう、多分なんか一人ずつなのかな、その
という感じです。ショールームでセルフ CM する。45分なうってわお、ほんとだ、もうこんな時間、あっという間だ。メンバーは速攻元気もらえるのって、え、どうなんだろう、もらえるのかな。じゃあそろそろ終わろうかな。え、そう、写真のは自分で買ったやつ、昨日も持参してました。私速攻元気、パワーチャージ。じゃあ壇上を読みますね。7時間ってあっという間だね。13位銅の剣さん、12位グッドアースさん、11位深夜さん、10位吉田さん、9位マー君、8位ケンちゃん、7位コーラさん、6位ヒューガヒャンさん、5位カズサさん、4位ショウイチさん、3位トラさん、2位ミーくん、そして1位ゆずきちさんです。ありがとうございました。ありがとう。そして明日吉の方はクリーミーさんです。おめでとうございます。ありがとう。楽しい時間はなんとやら、今日もありがとうございました。明日も配信するかもするかもする気がしますので、じゃあ明日の明日また話すのを楽しみにして生きていきましょう。そう、楽しみをね作っとかんと。それじゃあね。え、どうしよう、明日楽しみができましたってこれでしなかったらどうしようそれじゃあまた明日、あ、もうまた明日って言っちゃったおやすみなさい、バイバーイ。お休みメールはあと10分あったら余裕だ。おやすみなさーい。グッナイ。良い夢をね。